友達のわわわ。今回は前回ちょっとご案内しましたライターの方々を代表してお二人にゲストとして来ていただいています。大野康弘さんと奥西俊也さんです。もちろん二人の生徒さんもまたご一緒です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、名前言うの忘れた。吉田由紀さんと柚木美和さんです。はい、ではこれからラジオドラマとかいろいろ書いてくださるんですけれども、大野さんはどういう経緯をこう経てライターになったわけですか？はいはい、経緯ですね。特にないの。こういうバクとしてわからないところが大野さんなんですよ。はい、なんか役者だったんだって？あ、役者ではないんですけども、あの役者の卵みたいな感じでちょっとワークショップ、ちょっと映画を撮りたいっていうのがありまして、でそれでいろんな監督さんとの演出をちょっと勉強したいなと思ってワークショップとかを参加させていただいてます。じゃあ基本的にはまあシナリオねっていうことなんで、はい、ラジオドラマじゃなくてやっぱ映像の方なんですね。はい、あの奥西さんは？そうですね、赤坂のシナリオ講座という学校に通ってまして、そこから、脚本を、先生から教わってで、脚本家を目指して今、まあ、駆け出し中というところです。なんかでもなんか宣伝する映画があるっておっしゃってましたけど。あ、はい、初めて書いた映画をちょっと今度やりますんで、やるんですけども、イオンシネマ板橋っていうところで、9月27日からですね、アルプス女学院というタイトルのアイドルが20人ぐらい出てるアイドルだらけですの映画を描かせていただいてってですね。20人もいたらその描くの大変だったでしょう。大変ですね。なんでちょっとまとめてみたりとかしてうまく、そうですね、あのなんとかこなしたという感じで。楽しかったですか？いや、面白かったです。大変な印象が強いですね。誰か可愛い子いました？可愛い子、そうですね、全員可愛いそう、ね、ここで一応できないもんね、はい、どうですか、これからね、お二人とラジオドラマとか、まあ、ちょっと映像の方じゃないんですけれども、あの興味を持って書いてくださるということなんで、吉田さんも柚木さんも、私はどんなのやりたいのよ、私こういうタイプの役を演じてみたいわとかあります？そうですね、私今まであのおばちゃんの役が多かったので、ちょっと若いのにチャレンジしたいなって思います。ラジオは映像じゃないからね、はい、どんな役にでもなれるもんね、はい、はい、私も若い子からおばあちゃんまでいろいろやってみたいと思ってます。あのもちろん男性がね出てきたりとか、いろんな人が出てくる、あの制限なく私は書いてもらいたいと思ってるんですけど、はい、そういう時はまたよそからお願いしたりとか、それからまた、生徒さんがね増えてくれたりすれば、はい、その方たちにも出ていただいてっていうことで、作品を作っていきたいと思います。お二人はどんな傾向のものをこれから書いていくおつもりですか？そうですね、見てくれた、聞いてくれた人が、まあ、明るく楽しくなんか希望が持てるような作品が描けたらなと思っています。そうですね、まあ、なんか結構やっぱり女の子ものがやっぱり好きなので、こう女の子を中心、女性をまあ中心としたものをちょっとこれからは描いていきたいなと思っています。何作品かもうできていて、できてる作品っていうんじゃなくて、私たちの意見も聞いてまた作り直してくださるって、非常にこう柔軟性のある方々なんですけれども、大野さんが持ってらっしゃる喫茶店とかスペースがあるんですよね？はい、はい、あります。手作りの、コンパネの舞台をで作、コンパネの板で作ったあの舞台なんですけれども、そこであの役者の卵さんとか、あとミュージシャンとか、人が喜んでもらえることに頑張っている人たちをちょっと応援したいなという、そういう人たちにスポットを当てる場所をちょっと作りたいなと思いまして作らせていただいております。場所は？場所は、荒川区の南千住駅というところから、徒歩7分ぐらいに、あります、イエローハウス39という、39は数字の39と書いて、イエローハウス39なんですけども、コミュニティスペース、コミュニティカフェを営業させていただいております。なんか楽しみですね。ゆくゆくは私たちもそこで芝居みたいなものとか、それから公開のね、ラジオ の, あの収録を真似た、公開のラジオドラマみたいなものとか、はいはい、ね、いろいろやっていきたいですね、はい、
で、仲間として奥西さんはコミュニティカフェにどんな風な関わり方をしてるんですか？そうですね、単純に客として美味しかったですよ、コーヒー。ありがとうございます。結構みんな近くの人も通ってくるみたいですよね、うん、はい。で行ってみたら駅からそんなに分かりにくい道順じゃなくて、すぐ分かって、はい、と駅から何分ぐらいかな、駅から7分から10分ぐらい、そんなかかるんです、はい、です。あ、そう、なんか近く感じましたよね。あ、おしゃべりしてたからで、これからね書いている作品について、はい、今こんなものに挑戦してますとかありますか？1個出てるやつで、レンタルの DVD で出てるやつが1個あるんですけども、もう作品になってるのね。いくつかあって、でそれはもうちょっと今度9月の頭に解散しちゃうエールっていうアイドルグループのやつの、探偵ものを、作って、でそれは、新作でレンタルのところに今並んでるんですけども、はい、でもこのやつお店に寄ったら全く借りられてなかったですそれは残念。今回もアイドル。そうです、アイドルですね、はい。どうしよう、私たちアイドルにはなれない、まだ声だけで、声だけでレンタルでじゃあ私たちこのアイドルにも書いてくださいねぜひぜひ楽しみにしてます。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。 ありがとうございました。お二人の作品ができ次第この番組でご紹介していきますね。さてトークが短かったので、ここで私の朗読を聞いてください。実藤明作、低い権現様。串無川のほとりに権現様を祀った小さな祠がある。権現様っちゅうのは木彫りの獅子頭でな、昔は獅子舞に使ったらしいが、今じゃ目鼻の形もはっきりしないくらいボロボロに傷んで、あたり一面傷だらけ。うっかりすると川上から流れてきた木の根っこのように見えたもんだ。それっちゅうのも村のわらしたちはこのお獅子様の頭と遊ぶのが大好きで、祠の中から勝手に持ち出しては、河原の石ころの上を転がしたり、川土手から蹴落としたりするもんだから、ご覧の通り、でこぼこになっちまって、せっかくの神様も形なしだ。おるとき、権現様に馬乗りになって遊んでおるわらしどもを見つけ、ねえ、もうこらやい、神様捕まえて、なんちゅう悪さをするだ、と、悪たれの大将の頭にげんこつくれてやったら、あべこべにその手が真っ赤に腫れ上がっちまって、三日三晩ひどい苦しみだったそうな。権現様はわらしと遊ぶのが大好きなんだや。でも本当のこと言うと、権現様は日よけの神様だ。ひいひょう、風が強い晩にカチコチ歯を鳴らしながら獅子頭の神様が空を飛んでいくことがある。そんな晩は村のどっかで決まって火事があったが、この神様のお告げのおかげで火が大きくならないうちに消し止めることができて、村の門はどれだけ助かったか知りゃあしない。昔、串無川の川っぺりの長者屋敷に長太という火吹き男がおった。火吹き男といっても12になったばかりのちっこいわらしだったが、飯炊き女だったおっ母を助けて、朝暗いうちから起き出して8つの大釜に飯を炊いたもんだ。ちっこいながらも長太のやつはなかなかの火吹きの名人でな、ほんのごま粒ぐらいの火種があれば、ひーほーひーふーって火吹きだけ一本でたちまち火を起こした。本当にかまどの下でゴンゴン燃える火は長太の家来みたいなもんで、ふうふう息を吐きかけると踊り狂うように炎を吹き上げ、いたずらもんの花火小僧はピチパチはぜながらかまどの外へ転がり出たものだ。
すまねえな、長太。病気がちのおっかあはしくしく頭ばかり下げておった。長太に頑張ってもらわねば、とても八つの大釜に飯なんか炊けやしなかったんだ。長いこと病気ばかりしていたおとうのことをあれこれ面倒を見続けてきたおっかあも、おととしの冬におとうがぽっくり死んでからというもの、めっきり白髪が増えて体が弱くなって、今じゃよぼよぼだ。おっか、寝てろ、邪魔するなってば。長太はかまどの前からおっかを追っ払った。少しでもおっかに楽させたい気持ちもあるにはあったが、それよりもっと大切なことは、さて焦げ飯を作るかということだった。焦げ飯なんか作ったら番頭丼に怒鳴られるに決まっている。だけど釜のへりにぎっちりこびりつく焦げ飯をこしらえないことには、長太も弟の音松も妹のさよも腹がくちくならない。どうかごてごての黒焦げになんねえように、狐色に焦げろ、狐色にかげろと、かまどの滝口に思いっきり体をねじ曲げて、長太は皮膚きだけを吹いた。そんな長太の気持ちを察してか、火はみかん色の手を伸ばして釜の裾をすっぽり抱きしめていった。明日が正月という年越しの晩のことだ。長太は獣のように這いつくばって夜中の山道を登った。ここには長太を温めてくれるかまどの火はなく、ぐおーぐおーと叫び声を上げる吹雪が行く手を真っ暗にしていた。ちきしょうねえなあ。長太は探し物をしていた。それは町で手に入れた一束のろうそくだった。この大雪の中を馬方にくっついて町に出て、一年がかりでため込んだ虎の子の銭子で、やっとこさっところうそくを買い込むと、しっかりと帯に挟んで雪の峠を越えてきたのだが、村の入り口で腰に手をやってみたら、そのろうそくがそっくりなくなっていたのだ。長太、そっからもんどうでもええでねえか。今夜は山も大荒れだぞ。うかうかしてたら命を落とすわい。いや、あいつがなけりゃ正月が来ねえんだ、おらんち。馬方はどうでも行かせまいと止めたが、長太は無理やり振り切って今降りてきたばかりの山道に取って返した。どうでもこうでもうちに持って帰らにゃ。毎年1月15日の小正月の晩には、てけどんどこてけって太鼓の音を響かせながら、獅子舞の一行が村中の家を一軒残らず巡り歩いたものだ。悪い虫食うぞ、弱虫泣き虫、悪い虫食うぞってわめきながら、どかどか座敷の奥まで上がり込んで、ちっこいわらしの頭をガブってやってくれるのだが、これが一年の厄落としだった。ところがこの獅子舞と来たら、長太っとこだけ避けて通るんだ。おい、なしてオランチだけお獅子様は来ねえだ。長太はずいぶん腹を立てて獅子舞に文句を言ったのだが、アホ、山神様にお分かりもあげねえうぬが、でっけ口聞くねえとあべこべに叱られちまった。確かに小正月の夕方には村中のわらしは提灯にお明かりを入れて、
天狗森にある山神様の祠に出かけていく。が、長太は長いこと行ったことがなかった。何しろ、お父にぽっくり死なれて、やっとのことで長者屋敷の長屋に転がり込み、お父のお位牌にだって、ろくろくお分かりもあげられない長太のこった。山神様に差し上げるようなろうそくがあるわけはない。くそ、そんなら、おらが役落とししてやらい、と、自分の長屋に飛んで帰り、ボロ布団の中でちっこくなっている音松や赤ん坊の作用を叩き起こすと、ブルブルブル、ベロベロベー、悪い虫、食うぞ、弱虫、泣き虫、悪い虫、食うぞ、顔を真っ赤にしてお獅子様の真似事をやってみせたが、そのどんぐりまなこに出っ歯をむき出したあんちゃんの面を見て、おとまつもさよも怖がるどころか、キャラキャラ笑い出す騒ぎ。はじめはにこたら笑っていたおっかあも、大真面目で獅子舞ごっこをしてみせる長太の格好が悲しいとべそべそ泣き出すありさまで、なんとも気持ちの収まらん正月だった。来年こそ、とびっきりでっけえお別れを山神様に備えて、おとまつやさよや自分やおっかあに取り付いてる悪い虫、貧乏虫、病気な虫、悲しい虫をガボガボゴリゴリお獅子様に食ってもらおうって思ってたのに、肝心のろうそくをなくしちまった。チキシャー、あのろうそくがなければおらんとこに正月は来ねえだ。目も開けられない吹雪の中で、ちょっとでも気を緩めれば長太の心はくじけてしまいそうになった。ヒーホー吐く息は雪帽子のへりにつららになってこびりついた。底なしの雪だまりに落ちて、アッポアップと埋まりそうになり、死に物狂いで這い出したら、ずぶ濡れの体はパリパリに凍ってかかしん坊みたいに突っ張ってきた。赤ぶくれになった指で山道をどっしり埋めた雪の塊をかき分けかき分け、ほら、どうでもお分かりをあげるだ。今年こそおらんちにお獅子様を呼ばねば。心の中でわめきながら、だんだん眠たくなっていく自分と命の限り戦ったのだが、いつの間にか雪は止んでいた。長太がふっと目を開けると、ゆっくりたなびいていくもやの影にぼーっと黄色い狐火のようなものが瞬いていた。バカに静かだな。長太はゆっくり首をねじ曲げた。ついさっきまで耳がつぶれそうに吹き荒れていた吹雪の音がことりと止んでしまうと、闇の奥からシーンという音が聞こえてきそうで、長太はブルブルッと身震いしてしまった。おや、人がおる。静けさに慣れてくると、林の奥の気配まで手に取るようにわかった。確かに、寝静まった林の中からガヤガヤワヤワヤ人の声が漏れてくるんだ。誰だべ、こったら夜更けに。長太はむっくり起き上がって声のする方へ張っていった。杉木立の中、ほの白い雪明かりに照らし出されて、蓑をかぶった男たちがチロチロ動くのが見えた。ほったらとこで何を追っ始めるつもりじゃ。長太は
おっかなびっくり男たちの方へ近づいた。どうやら男たちは酒盛りの支度でもしているらしい。雪の上に滝木の山が築かれ、一人の男がその前に這いつくばって火をつけようとしているのだが、この火吹き男、めっぽう下手くそでしくじってばかり。せっかく火打ちしてカチカチ火を切り出しても、さっぱり焚き木に移らず、プスッと白い煙を上げて消えてしまうんだ。じれったくなって、長太は木の陰から飛び出した。もう、ようよう、おじさん、オラに貸してみれ。そして、火吹きだけをひょいっとひったくると、ひー、ほー、ふー、ひー。上手に風を送って、たちまちのうちに火を燃え上がらせた。おー、大した腕前でねえか。焚き火の周りから、どっと男たちの声が上がった。みかん色に輝く炎に照らし出されて、男たちの姿形もはっきり目に映ったが、見逃さですっぽり顔を隠しているものだから、どこの誰やらさっぱりわからない。どうだい、今日で、オラたちと一緒に年越しの祭りをすべ。と一人の男が、ずしーんと長太の肩を叩いた。でもオラ、長太はどうしようかと迷った。何しろ、焚き火の周りに置いてあるごちそうときたら、大したものだった。ほかほか湯気が立ちそうなつきたての餅。ぐいっと反り返った串刺しのマス。箱にこってり盛り上げてあるツヤツヤした黒豆。どれもこれも長者屋敷の奥座敷でしかお目にかかれない、とびっきり上等のごちそうばかりで、思わず、ぐぐんと唾を飲み込んじまったが、探し物があるから行かせてもらうだよ。ほほう、こったら雪の中で何の探し物だよ。ろうそくじゃ。ほら、峠のどこかにろうそく落っことしちまってな。あららら、そりゃ難儀な話じゃ。雪ん中でろうそくめっけるのは、米俵ん中の白ごまを探し出すより難しかろう。と、一人の男が言うと、傘が順繰りに動いて、んだんだとこっくりしてみせた。もう、ずいぶん大事なろうそくらしいが、何に使うんで、ちっこいきょうで。ん？山神様にあげる、お分かりなんだよ。もしかしたらこの男たちも手を貸してくれるかもしれないと思って、長太はくどくどその訳をしゃべり始めたが、うわっ男たちはさもバカにしたように笑い出した。さすがの長太もいい加減腹が立った。やいやい、なんで笑うんで、人が困っとるのに笑うことはないじゃないか。大真面目になればなるほど男たちは笑い転げた。そったらろうそくもう探すことはねえだ。だっておめえはこったら見事なお分かりをオラたちにくれたでねえか。ひくひく喉を鳴らしながら、一人の男が焚き火を指さした。え？これが、お分かり？さっきみたいに、傘の群れが順繰りに動いて、わざわざこっくりしてみせた。すると、おめえ様たち。そう言いかけて、長太の膝頭はワクワク震え出した。ここにいなさるのは、山神様じゃ。そういえば、年越しの晩には山に入ってはならん。山神様の年越し祭りに出っくわすことがあるからって、いつも言われてたじゃないか。なにも、オラたちを気にすることはねえ。おめえはとっ
くにオラたちの仲間でねえか。危なくその場につんのめりそうになった長太をがっしり二本の腕が抱き止めてくれたが、その手のひらは焚き火のほてりよりも暖かかった。年越し祭りの始まりを告げるようにどっと炎の色が白くなり、新しい仲間を迎えた喜びを乗せてメラメラ天高く舞い上がっていった。吹雪の山で凍え死んだ長太というわらしのことなんか誰も噂しなかった。しかし、小正月の晩に長者屋敷が火事になった時、突然空から舞い降りてきた朱塗りの獅子頭のことは忘れようにも忘れられなかった。逃げ損なった飯炊きのおっかあと、音松小夜の兄弟を助けようと、炎よりも赤い面をした獅子頭が、燃え盛る火の中にまっしぐらに飛び込んでいったのだ。次の日、串梨川のへりで黒焦げになった獅子頭が見つかった。ゴンゴン吹き上げる炎をカパカパ食いちぎって、かわいそうな親子の逃げ道を作ってやった獅子頭のために、村の門は小さな祠を作って祀ってやることにした。いやー、ありゃあ、山から来た権現様よ。オラたちを火事から守ってくださる低い権現様にちげえねえ。噂が噂を呼んで、いつも祠の前にはお供え物の山ができていたが、ちっこい音松とさよの兄弟だけは、んにゃ、あのお獅子様はあんちゃだぞ。オラたちはっきり見たぞ。ぐりぐり目玉してベロベロベーってやってみせたんじゃ。誰がなんてったってオラたちのあんちゃだったわい。こう言い張って、寂しくなると権現様の祠にやってきて、獅子頭にまたがったり転がしたりして遊んでいたそうな。ご了承ください。マリと友達のわわわ。